横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対東京ヤクルトスワローズ、この一戦をお送りいたします。ベイスターズの先発はエースの今永、対するスワローズの先発は左のハプ、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。ベイスターズ負け越しのピンチを迎えました。ツーアウトランナー三塁という場面でバレンティン、緊迫した場面が続きます。アルボー第2球投げた、アウトロー、際どい球、ボール。第3球を投げた、危ない球、投げました、打った、さあ5球は5球目、ボール。さあ6球目、見逃し三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。三上、見事に流れを断ち切りました。ベイスターズ流れを引き寄せにかかります。ベイスターズ1点差で逃げ切りました。さあ、本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。